ドラゴンズ立浪監督、辻元選手、どうぞ。こんにちは。世界の名前は大城教師です。大城教師くん、はい、ボール。ありがとうございます。ありがとう。頑張ってね、野球。はい。たくさん食べて、たくさん寝て、はい、たくさん野球して、はい、頑張って。はい。お兄さんも頑張るわ。はい。優勝してください。わかった、頑張る。今どこ守ってんのポジション？今レフトとかセカンド。レフトとセカンド。どっちやりたいの？それではレフトから指揮を行います。どうぞご参加ください。肩自信あるの？バッティング。本日の始球式は守備。守備。スポーツ少年団の白馬ゆ。頑張ってね。そしてドラゴンズ本日の先発ピッチャーは背番号17、柳優也。ごみお疲れ様でした。ありがとうございました。山本選手かっこよかったですか？はい、かっこよかったです。かっこよかったですか？この時間の力優勝できるように頑張ってください。まあ、そうですね、まあ、フレスとか関係なしに、初めての出場でもありましたし、まあ、スタメン出る機会だったので、まあ、昨日、おとといとあまり、ね、チームの状態も良くなかったので、なんとか、やっぱりアピールする立場なので、なんとかしようという思いで、今日のゲームに臨みました。移籍して、はい、なんと1ヶ月過ぎましたけど、はい、改めてご自身の役割、どんなところを求められてたり期待されていると思ってますか？まあ、そうですね、困った時は、僕が、いるっていうのを、皆さん、に見てもらいたいなと思います。チームに馴染んだ的なところどうですか？まあ、チームには本当に、まあ、若い選手も、上野選手も本当に、気遣って本当に声かけてくださるので、すごく、馴染むことができたというか、すごくやりやすい環境で今はやってます。でも打撃でも、守備でもしっかり結果残して、いいアピールして、開幕にいい形で、入れるように、これからも、ね、やっていきたいと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ボールとか記念球は記念球さすがなかったですか？あ、そうですね、
それはもうシーズンに取ってきましょう。はい、はい、ありがとうございました。は本当に同期生ですよ。あ、そうか、そうですよね。はい、そこもちょっと触れてください、ちょっと。あ、そうですよね。本当にそうです、同期同級生ですね。同期同級生ですよ。4位5位なんで、僕4位で安5位なんで。ああ、じゃあそうですよね、はい、そうですよね。そうですよ、それぞれがお互い違う球団を経て、はい、ドラゴンズでまた会うという。なかなかないですよね、安を安のことをお願いします。中澤も必然と人気なんで。ああ、そうですね。ヤスを、中澤も人気なんで。ダメです、ヤスを。うちのヤスを。ドラフト同期、はい、ジャイアンツ同期の、はい、宇佐美さん、はい、どういう存在ですか。それは本当にね、初め入った時にもう誰も仲いい人がいなかったので、本当に宇佐美の存在っていうのは本当に大きくて、本当に心強い存在ですし、まあ、このキャンプでも本当に 常に結構一緒にいた、イメージがあります。まだ移籍して宇佐美さんも、はい、まあ、半年、はい、1年ぐらいですけど、はい、どんな人ですか、チャミさんは。宇佐美ですか。宇佐美はですね、本当に、まあ、根はすごく真面目な、人真面目ですし、本当に練習もたくさんしますし、まあ、本当に尊敬できる部分もたくさんありますけど、でも本当にもうふわっとしたなんか、ね、雰囲気はあるので、すごくなんか可愛いなって思います。今日も1・2塁間というところですけど、はい、一緒に試合出たりというのをドラゴンズで実現していくのかなと思うんですけど、はい、どうですか、そんなに。まあ、そうですね、やっぱり同級生が一緒に出てると、すごく心強いですし、今後もね、そういう機会がたくさん増えるように、お互い頑張っていきたいなと思います。撮影者になる。あ、OK です、OK です、OK です。じゃあ僕から行きます。じゃあ僕これで。これ動いてるんですか。もう撮れてます。え、マジっすか。あ、いいね、かっこいいな、お前やっぱ。え、近めに行くわ。俺引きで行ってね。ちょっと今顔汚い。中田翔さんとか中島さんとか、まあ、他のメンバーもそうだけど、初めて一緒に野球やってどんな感じだった、どんな感じでしたか。まず中田さんと中島さんはファーストに投げやすい、初めてこんな投げやすいファースト。景色いいですね、ホテル。風呂深いし、ね、風呂深い。こぼれる。お疲れっす。辻元選手、お疲れ様です。今の気持ちは。相当気持ちかったね。相当気持ちいい。気持ちが相当気持ちかった。気持ちが気持ちいい。ここまでこうファンの人に確かにいう環境じゃなかったら、どんだけ辛くてもこう頑張らないといけないっていう、うん、この環境がすごくなんか分かる、分かる。お前うるせえよ。ピン太郎さんしかいないんで、気軽に話せる人が。兄貴みたいな。お前友達みたいな感じって言って。兄貴はカメラでしょ。兄貴本当はえ本当はダチ。